どうも、どうぞるです。はい、ということで本日もこちら、クラッシュライアル、お送りしていきたいと思います。さあ、ということで、今日はね、無課金でプレイしている、こちら、ドズ2からお送りしていきたいと思うんですが、見習い親衛隊チャレンジ。こちらね、終了まで残り1日となりました。今回ね、いつもいろいろチャレンジが来ているんですけれども、これ取っといた方がいいと思います。見習い親衛隊はめちゃめちゃ強い。もうみんな言ってるけど、めちゃめちゃ強いし、アンロックが多分普通のリリース、正式リリースが2週間以上先なんで、まあ、今回のこのね、期間に取っておかないと、次多分宝箱とかで来てもね、割高だと思うので、まあ、少しエメラルドかけてても、このチャレンジ8勝目指してね、アンロックしておいた方が個人的にはいいかなと思います。で、ドラフトチャレンジがどうしても苦手っていう方が、ね、いると思うので、今回ドラフトチャレンジのコツを前半で話して、で後半はね、普通に8勝を目指して、チャレンジ頑張っていきたいなと思います。普通にこっから負けて3連敗とかしたらね、動画的には美味しいかもしれないけど、いや、ちゃんとロックします。アンロックしますよ。無課金でプレイしているんで、エメラルドあんま使いたくないんで、まあ、ここからサクサクとね、勝利していきたいなと思います。で、ドラフトのコツなんですけれども、まずは、今回見習い親衛隊がどっちかに必ず入っているので、見習い親衛隊対策の、範囲攻撃、あと射程が長いユニット、フキアゴブリンとか、マジックアーチャーとか、ベビドラとか、あとバルキリーとか、メガナイト、そして、見習い親衛隊が来たら見習い親衛隊を自分が取る。あとはね、射程距離が長いやつと範囲攻撃と、あと、対空ね、空が攻撃できるやつとか、ガーゴイルとかコウモリとか、まあ、そういったユニットドラフトチャレンジにおいては結構重要です。相手が空から攻撃してきた時に、対空がなくてやられちゃうっていうこともあるので、汎用性高めのユニットを選ぶっていうのが、ドラフトチャレンジにおいてはすごく、重要かなと思います。あと、2つ並べられた時に、結構いいやつばっかり取っちゃうと、コストが重くなりがちなので、まあ、そういったところも気をつけながらね、うん、ちょっとコスト重めだから、デッキ回転するために細かいのを取ろうとか、あとは、相手にガゴ群れを送ってて、ファイヤーボールと矢の雨で選ばされたら、矢の雨を取ろうとかね、そういった選んだ後のピックのこう相性的なものも含めて、いろいろ選んでいくとね、有利にデッキが作れるんじゃないかなと思います。さあ、ということで、コツをベラベラっと喋っていったんですけれども、こっからは実践編でございます。これね、いろいろ喋っておいて、ここで負けたらちょっと恥ずかしいので、頑張っていきたいと思います。それではやりましょう。さあ、まずドラフトからいきますよ。あ、これむずい。これはむずい。これちょっとね、三重詩取ります。三重詩は呪文に弱いんですけど、このチャレンジにおいてはね、呪文が結構こう、ないパターン、充実してないパターンもあるので、三重詩チョイス。で、ムートと、アウトローどっちも優秀なんですが、空を攻撃できるっていうところからアウトロー。そして、ロイヤルゴーストとスケルトンバレル。これはロイ語でいいかな。これどっちでもいいと思います。さあ、そして、縦の戦士じゃなくて、見習い親衛隊か。みなしんが来たら、とりあえずみなしんを取ると、言った感じでいいんじゃないかなと思います。さあ、よろしく。まあ、ピックとしてはそんなに悪くないかな。相手がスケルトンバレル送ったんで、まあ、ちょっと様子を見ながら、結構ね、これ待つのも、どうなんだろうね。結構ドラフトチャレンジとか、デッキの、なんかバランスが取れてないような、チャレンジの時は、個人的にはあんまり待たなくてガンガン攻めていくんですが、今ちょっと待っちゃいました。さあ、ここはアウトローがうまく、骸骨さんを処理してくれつつ、あ、これはやばい。相手結構あれですね。強めのデッキ組んできましたね。さあ、ここは、ロイヤルジャイアント、そして、この骨さん。骨さんがね、これ、死亡時ダメージが強いよね。しかも今回やっぱ射程距離の長いね、こいつがいるんで、ムートがいるんで、ムートはちょっとこ、あー、ちょっと待って、あー、しまったしまった。これは真似しないで。良い子の皆さん、これは真似しないでください。これ今は、あ、そういうことです。はい。出てきたバーバリアンでムートを倒すとね、嘘です。ミスです。ミスですが、見てください。気づきましたか？このね、何が強いかって、あいつが強いんですよ。見習い親衛隊が。気づけば見習い親衛隊が左を削ってくれているので、これが本当に強い。左右に勝手に出てくれて、で、相手が処理してきて、両サイド処理してくれたら、それはそれでコスト的に美味しいし、処理してこなかったら来なかったで、まあ美味しいと。ただでは転ばないのが見習い親衛隊です。さあ、ここは、サクッとロイゴで処理して、いいですね。悪くない。さあ、ちょっと一旦落ち着いて、見習い親衛隊後ろから出しましょうかね。まあ、見習い親衛隊本当に、とりあえず出しときゃ強いんで、こうやってとりあえず出すと。あ、で、見習い親衛隊ね、左右にちょっとぶらすことができるんですけど、今みたいな感じで、左に相手のユニットが出てきたときは、ちょっと右側に出してあげることで、3-3でうまく分かれます。これ4-2になっちゃうと、まあ、どうしても処理しやすくなるのかな。どうなんだろう。まあ、好き好きでね、好みでやっていきましょう。そうすると、左はいい感じに処理できて、さらに右が刺さっていくと、いった感じで、ちょっとエレクサが溢れつつあるので、30C 出していきます。
これ三重子出したら左に多分巨大スケルトンかなんか出してくると、おお、ファイアボール、ファイアボールがここに来て登場。さあここはもう、工場バーバリアンプラスの、オッケーオッケーオッケー、これは美味しい、これは美味しいが、ゴーストだと全然盾が取れなくてそのまま三重子がやられちゃうと。まあいいでしょう。見習い親衛隊適当に出して、まあ、割ともう適当でね、強いんですよ本当に。適当に出して強いってもう最高ですから、はい、誰が使っても強いんで。そしてここはいい感じの ISP を、うん、いい感じじゃなかった、 OK かな。あとポイズンでなんとかなるでしょう。これなんとかなる感が半端ないですね、やっぱこいつは。さあここはロイゴが刺す、ロイゴが刺して、あとポイズンでフィニッシュかな。さあグッドゲームありがとうございます。これで、見習い親衛隊アンロックでございます。見習い親衛隊結構使うの、使い方がよくわからなくて相手にあげちゃったらすごい損しちゃうので、見習い親衛隊の使い方としてはちょっと一息つきたい時に一番後ろから出す、もしくは、相手のユニット結構コスト使って相手が、ユニットで攻めてきた時にその目の前に出すっていうことで、エリアと取ってたらね、もうかなりそのまま押せますし、まあなんとなく出しても本当に強いそれが見習い親衛隊です。マジで強すぎる、もう明日ぐらいにまた修正来るんじゃないっていうぐらい強いんですけれども。さあ行きましょうか、2試合目。うん、あ、そうだ、ドラフトのことを話しながら行きましょうかね。雪玉は正直あんまりちょっと私的には評価してないので、まあロケットを選んでいきました。これはどっちでもいいけど、まあ好き好きですね。ロイヤルゴースト個人的には好きなんで、ロイヤルゴースト。これ難しいな。ペッカとアウトローどっちも優秀なんで、個人的には守りが強いペッカも強いんですが、今回空を攻撃できるユニットがないので、アウトローを選びました。これもし、対空、例えばマスケットとかこっちが持ってたら、相手に、アウトロー送ってこっちがペッカっていうのも全然ありかなと思います。アウトローもペッカもすごい優秀ですね。やっぱドラフトにおいては守りが優秀なユニットをどんどん取っていくのが良いかなと思います。で基本あんまり待たない。相手あれですね、レジェンドクランなんで多分強い人だな。あー、出た、出ました、これがね強いんですわ本当。この見習い親衛隊ゆっくりなのがずるいよね。もっともう3倍速ぐらいでタク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 って来てほしい。まあ、でも今回は射程距離が長い吹き矢ゴブリンがいるんで、これ吹き矢ゴブリン左右に攻撃できるのがやっぱ強みなんでね、こうやると結構相手は嫌なんです。そしてロケットで受けましょう。ドン、オッケー、悪くない悪くない悪くない。雪玉で受けますが結構ダメージ入っていくと。ただ今回相手にねあいつが入ってるんで、それぐらい厄介なんですよね。あれが入ってると、見習い親衛隊が入ってるとスーパー厄介。まあでも今回ファルチとフキアゴブリンがあるんで、まあ、もしかしたらなんとかなるかもしれない。さあここで、ここアウトローで受けた、あやばい、ちょっと待って、もうちょい近くから出すべきだった、近くから出すべきだった、入った、ごめんなさい、今のはミスですね。私は目の前にアウトローボーイ出してあげればアウトローボーイの攻撃がもうちょい入ったと思うんで、今のはイージーミス。さあここのペッカの出し方うまいですね相手。今回ペッカ三重子という凶悪なデッキを相手は使ってきているので、まあ、少し注意が必要ですと。あ、これ右に攻撃すればよかったな。まあいいや、ここで雪玉かなんか打ってくるかな。ミナシンか、ミナシン違う、全然違ったまあ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 、相手に3コストを使わせまして、うーん、ちょっと高回転はいいけどあんまり良くないな。ショータイム来まして、ショータイムにロケット打ちたいけど三重子がいるからな。ちょっと待ってよ、ゆっくりこう、ゆっくりこう。さあ、ふーやって、OK。こっから多分、ミナシンかなんかで、お、三重子来る、いきなり。さあ、これは悪くないよ。悪くない受け。いいね。さあ、ここで、キアゴブリン。さあ、いい感じにターゲットを取る。いい処理ですね。ドズル選手、かなりいい処理をしていきました。ただ、今回ね、攻め手がかなり枯渇しているんで、ちょっと厳しいか。ミラーをどっかでうまく使いたいけどね。ミラー何に使っていくべきかな。相手の呪文は、相手の呪文何だったっけ、ちょっと忘れちゃいました。ごめんなさい。一生懸命戦ってると忘れるあるある。さあ、ここで、いい、悪くない。左にちょっとプレッシャーをかけつつ、右ペッカできたんでね。ペッカがやっぱ強いね、本当に。ペッカ強すぎ。さあ、そしてウィザード。やべ。ここどうしよう。あ、三重子来た。三重子来まして、ここはロケットでとりあえず打つでしょ。とりあえずロケット打って、やべ、これ負けた。あ、頑張ってる、ゴーストナイス、ゴースト今すご、ゴーストめちゃめちゃ活躍した。三重子の片割れを一人で頑張ってくれましたね。さあ、ここは、いやー、このね、ミナシンの
もうターゲットの取り方よ。だってこれみなしんどっちが取った加減になっちゃってるよ。大丈夫？さあ相手これでまた後ろからペッカー、三重子が真ん中ぐらいから出てくるかな。厄介ですね。ちょ待って、ペッカーの方にこれ出しちゃった。やっちまった。これは私のミス。ちょっと待ってよ。さあこれでウィザードがねどうせ右から出てくると思うんですよね。これでなんとか受け、なんとか受け、悪くない悪くない、頑張ってる。吹き矢さん頑張ってる。止める、うまい。この止めはうまい。さあいい感じ。さあ後ろからみなしん来た。ちょっと待って、これもう時間切れ狙っていきたいまである。残り2分か、割と時間あるな。これ真ん中から30しくるか、後ろからペッカー。オッケー。吹き矢ゴブリンでいい感じにね、いい感じにまとめて、あ、今回は結構みなしん脅威じゃなかったな。いい感じに処理できました。さあそして招待文字さん処理したい。さあ来ましたね、三重子。ここは三重子を処理し、やべ、もうヒールが危ない。あー、やられるか。これはアイスピで固め、ダブルで固めていくが、ちょっと待ってください。あー、ダメでした。くー、ちょっと強すぎましたね。ミナシンが強かった。まあという感じでね、サクサクッとドラフトチャレンジやっていったわけなんですけれども、まあ、今日の、動画で伝えたかったのは、とりあえず見習い新鋭隊がめちゃめちゃ強いんで、ドラフトチャレンジね、今回は残り1日残っているんで取っておきましょうっていうのと、あとドラフトのコツをね、ベラベラっと喋ったんですけれども、まあ、最後みたいにドラフトうまくやっても、まあ押し負けることもあると。まあ相手がうまかったですね、こっちもミスしちゃったんで、まあ、そこら辺も含めて、8勝だったら割と何回かやればね、根気強くやれば狙っていける勝利数だと思います。12勝だとね、ぶっちゃけすごいね難易度が高くなると思うんですが、8勝だったら何回かやれば、チャンスあると思いますので、めげずに、頑張っていきましょう。ということで、じゃあ本日の動画は見習い新鋭隊チャレンジ、ドラフトチャレンジのコツについてでございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。